トルメイン・ジョンソンはカリフォルニア州ストックトン出身のアメリカンフットボール選手、現在フリーエージェント。ポジションはコーナーバック。モンタナ大学では4シーズンプレイし、先発42試合を含む47試合に出場し、173タックル、15インターセプト、1.5サック、セーフティ1回を挙げた。 2012年の NFL ドラフト3巡でセントルイスラムズに指名されて入団した。この年、第4週のシアトルシーホークス戦でプロ初インターセプトを挙げた。この年、第3のコーナーバックとして起用され、35タックルにインターセプトを挙げた。2013年3月22日、モンタナ州ミズーラ飲酒運転により逮捕された。 同年5月執行猶予1年の判決を受けた。負傷のため期待外れのプレーをしているコートランド・フィネガンに代わり先発として起用されるようになった。12試合の先発出場を含む全16試合に出場し、68タックル、3インターセプトの成績を残した。2014年、ジャノリス・ジェンキンスの反対サイドでの先発出場が期待されていたが、 プレシーズン第3週のクリーブランドブラウンズ戦で膝を負傷し、カートに運ばれて退場した。翌日、MCL を痛めたことが判明し、全治4から6週間であることが発表された。膝の負傷で開幕から8週間欠場したものの、45タックル、チームトップの3インターセプトを挙げた。第13週のオークランドレーダーズ戦ではに、インターセプトを奪い、 一回は43ヤードのリターン TD を上げた。ありがとうございます。